義手四十七図、杉野十平次次房杉野次房元六十五年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤穂浪士四十七子氏の一人、通称は十平次。遠方四年、赤穂藩浅野家家臣、杉野平左衛門の四、男として、赤穂に生まれる。母は、浅野家臣の萩原新左衛門の娘。母方の萩原家は、家中随一の資産家の家系で知られた。 長兄、杉野氷座右衛門が杉野家の家督を継ぎ、次兄、萩原三右衛門と三阿に、萩原平七は、萩原家の養子に入った。杉婦佐は、杉野家の分家筋として八両三人ぶを支給され、殺罪を込めに任命された。元六七年二月の備中松山城を受け取りの軍にも従軍している。元六十四年三月十四日に、主君、 朝野長典が江戸城で、孔家、吉良義仲に人情に及んだ時、杉野は赤穂にあった。4月、赤穂城会場の際に王子にあたる萩原平助は、萩原家伝来の大砲二門を、衆城軍の脇坂家に売り払い、これが家中から批判されて、萩原一家は赤穂から逃亡した。杉野も親族として、肩身が狭かったと見え、 この後、萩原家と絶縁している。阿光城会場後はすぐに、江戸へ下校し、江戸急進派と一緒に行動した。また杉野は、萩原家から、莫大な資産を受けていたので、これを使って、彼らの生活を助けた。元禄15年6月には、浅草茶屋において、特に親しくしていた、前原宗房、倉橋武幸、勝田武隆。 不わまさたね、竹林高茂らと共に、同盟の制約をする。8月から3つ目横丁より、平ラのある本所へ住居を移し、平家の同行の監視に当たった。平ラ内入りの際には、裏門隊に属し、三村金常と共に、木槌で裏門をぶち壊す役割を担う。本会後、長府藩毛利家上屋敷へ預けられ、元六十六年2月4日に、 もう年へ家臣、坂木昭右衛門の解釈で切腹した。去年28、主君、浅野長典と同じ戦学時に葬られた。法名は墓人、鶴木真寺。杉の継草といえば田原世現場との逸話が有名である。杉の継草は、夜泣き蕎麦屋の従女として、キラ亭の動向を探っていたが、この蕎麦屋の常連客表請現場と親しくなった。かねてより、 朝延美意気であった現場は、朝の長乗りの維新たちが、キラテへ打ち入ったことを知り、すぐに、キラテ前に馳せ参じた。すると、赤お老子たちの中になんと蕎麦屋の十助がおり、二人は、根性の別れを交わす。というもの。この田原性現場と、杉の継草の話は、文化の頃に降爵次第、現在シュベル閣の創作した逸話である。現場の名は、自らの、剣と、 茂の字の組み合わせ。また、氷は槍で米俵も突き上げるという意味。さらに、星の字は、奏本中心蔵の主人公、大勢由らのすけの星の字であるという。戦後復興時代に夜の工場街を屋台を引いて、中華そばを売り歩いた初代が、杉の継ぎの夜泣きそば屋の従女の話に感銘を受けてんとした飲食店。二代目に引き継がれた今も、 昔ながらの中華そばを貫いている。ありがとうございます。